こんばんばはご依頼があってまいりました夜分にすみません先ほどのお電話の方ですよねあ私こういうものですはいれっきとしたエクソシストです教会からも認定をもらっていますが証書などをお見せしましょうか 大丈夫ですか助かります。なかなか信用していただけない方もおりますので。では、失礼します。先にお電話にあった、あなたの彼女様の状態を見させていただいてもよろしいですかありがとうございます。 なるほど。火球の悪魔ですね。ええ。角も陰もありますが、まだうっすらとしか出ていないのは、悪魔の力が弱い証拠です。はい。あとは、火球悪魔は人間に入り込むのが下手なので、疲れた際は必ず体温が急激に下がります。 今回も礼に漏れずその兆候が出てるので間違いないでしょうねこの程度であればすぐに払えますよそうなんですよ悪魔って儀式の召喚によって姿を現すと思われてますがそれは上級の悪魔だけです下級の悪魔はその辺に存在しており人の不安や恐怖 悩みなどの感情の匂いを嗅ぎつけてスルリと入っていくものなんですまあおそらくは恋人に対する不安などを嗅がれたのかと思われますこればかりは人の気持ちなので仕方ないことですねでは仕事をしてまいります 危ないですのでタイマー中は中に入らないようにしてくださいね終わりましたよしばらくは安静にしててくださいでは何かありましたらまたお電話ください失礼しますね あらどうしましたか急に早く来てくれなんて呼び出してああ彼女の様子ですか <laughs> あの雑魚悪魔やっと仕事をしたんですねはいタイムはしました私がこの手で。 ですがそれとは別にあることをしましたその顔お気づきですかそうです上級悪魔を代わりにつけておきましたあお題はいりませんよ私の行為ですのでなぜ 実を言うと私はあなたが好きなのですですがあなたには彼女様がおられますじゃあどうすればよいか下級悪魔でもなすりつけて容体を悪化させ私が大麻という目的でそちらに向かい上級の悪魔をつければ解決これを思いついた時は心が躍りました あなたの彼女につけた悪魔は、忘却の悪魔。初期は吐き気や嘔吐、頭痛と多少の記憶障害がありまして、最終的には自分も含め、すべてを忘れてしまうという悪魔です。存在も忘れてしまうので、あなたもきっと、彼女様のこと、忘れてしまいますよ。まさに、 ぴったりですねついでに保険としてあなたにも悪魔を宿してありますレンボの悪魔ですレンボは恋に慕うと書きます名前だけ聞いたらどういうものかわかりますよね <laughs> 楽しみですね まさに私、悪魔使い、ですかね。まあ、これがバレたら、教会からは称号を剥奪。永久追放ですが、私、これでも悪魔との親和性が高いんです。悪魔たちはみんな、私が話したことを素直に聞いてくれます。こんな貴重な人材。 教会が逃がしておくわけにもいきませんよねですので私は大丈夫ですさて長い話ももうおしまいですおやそういえばあなた彼女様の名前は何て言うんですか思い出せない 何をおっしゃってるんですか彼女など最初からいなかったではありませんか